でも、確かに、孝太郎の変な行動っていうのは、やっぱり今に始まったことじゃなくて、今さっきも、これ、本番ギリギリ、もう4お分やおや前、おや。3分前ぐらいですか？逐一新しい情報入ってくるな。ちょっとトイレ行くタイミングがあったトとイ思う。レで。なるほど、トイレでで、ね。大ちゃんに、ここに、ちょっとね、の、も、そうそう、残っそう、てても残っらっててもらって。て、そうですちょっね。とトイレ行ってくるわって、俺が一番最初に言ったのね。そうそう、当言いまし然、たね。ここは、まあ、共有でね、いろんな人が使うトイレなんですよ。別に我そうで々、すね。そしてこの番組のスタッフ陣だけが使うわけじゃない。そうですね。関係ない人も使うわけです。そうですね。男性トイレ。僕がおしっこしてたら、まあ、先にね、まあ、普通の方がおしっこしてらっしゃったんですよ。そしたら、トイレ入る前からよ、廊下の方からずっと、江口さーん！江口さーん！って言って来たから、怖い怖い怖い、俺、関わらないようにしようと思って、もう他人のふりしようと思って、してたら、その先に入ってた男性の方が手洗って出るときに、ちょうど、江口さん、あっ！って違う人気づいて、で、無言になって、で、もともと入ってた人を見送ってから、ねえ、なんで返事してくれないの？僕変な人みたいじゃんとか言って、変な人いやいだや、よ。変な人だよっていう。俺も他人だと、まあ、同じ仲間だと思われたくないから無視してたの。いや、僕は江口さんが先にトイレに行かれて、入ってるってことが分かってたから、じゃあそれを追っかけて、まあ行って、江口さんいるだろうなって思ってたら、で、江口さん呼んでたら、知らないメガネが出てきたから、えみたいすいな。ません。そう、最初だから、最初僕だと思ったのかな？江口さん、え？って、なんか俺が変装でもして、トイレから出てきたんじゃないかみたいな、ちょっと一瞬リアクションしたんだけど、あってなって、そいっからやね、ー、あの頑張ね、り。もうだって22時過ぎてんですよ。こんな時 間まで確か働にいちゃね。ダメいやいやいや、よ。もしかしたら、なんか忘れ物してね。そうならいいけど帰ったりとさ、かするでし向こうょ？はいい迷惑だよね。そうだよ、こん本な夜当。に。ねえ。でもなんか、違いますよとか言ってくれたらいいんですけどいね。やいやいや、なんて言ってたの？僕じゃないいでや、すだよ。から、なんかもう関わりたくないですっていう感じの表いや、情をそさんなれていらっ怖いしゃっもんただっんて、急で、に。怖いよ、普通にそう怖いですよ。よね。目合わせてくかるわわいけそうだなこしさ。とをしてしまいました。申し訳ない気持ちでいっぱいです。